皆さん、こんばんは。今日は2022年8月31日水曜日です。今日のテーマ、ウクライナの反撃について、そして元ソ連の総書記、ソビエト連邦共産党最後の指導者、ゴルバチョフさん、亡くなったんですね。そして中国共産党を作った組織ではありますが、やはり彼は亡くなったんですね。まあ、習近平は、 ゴルバチョフさんのことを男ではないと評価しました。これについて話をしたいと思います。まずニュースです。一つ、台湾の蔡大統領、8月30日、金門の防衛指揮所に対して指示を出しました。中国から飛んでくるドローンですね。容赦なく遠慮せずに対応してくださいと。8月30日の午後、台湾軍は 中国のドローンに向けて発砲しました。まあ、中国のドローンですね、3機飛んできて、金門島の上空で飛んでいました。また、挑発行為もしました。まあ、台湾軍の顔に近づけたりとかして、近距離で飛んでいたんですよ。台湾軍は発砲して警告しました。中国のドローンは、甘い方向に行きましたと報道されたんですね。まあ、これで見えるのは、台湾側は、 強くなってきました。強い姿勢で対応しています。当然ですが、この行動は非常にちょっとリスクはありますね。なぜなら少し戦争になってしまう可能性はありますね。まあ、初めての発砲と言いますので。しかし、台湾側は一人で勝手にやっているとは思わないんですね。まあ、きっとアメリカとか日本に相談して出した結果でしょうと思いますが、例えば、 日本は台湾有事は日本有事ですよと言っていますし、アメリカも台湾を守りますよと言っているんですが、でも何があった時には行くかどとかは分かりません。そういうふうに言っています。台湾のことを支持すると言っていますけれども。なので台湾は、 あの挑発的な行為をしてしまうと、みんなにとっては、まあ、日本もそうですが、アメリカもそうですが、迷惑ですね。なので、事前に相談したでしょうと思いますが、まあ、これに関して私は非常に良いというふうに思いますが、なぜなら、中国はもうすぐ再、まあ、開催されますが、中国の第20回自民代表大会ですね。それまでに、あるいはその前後ですね、戦争はないと思います。なぜなら、 中国の習近平の続投がかかっていますので。次ですに、ね、8月30日、オーストラリアにある米国の大使館が発表しました。ソロモン諸島の政府から正式的な通知が来ましたと。米軍の軍艦であっても、船であっても、ソロモン諸島の港島に近づけてはいけませんと話しされましたね。 米軍の医療船が通知を受け取る前に、ソロモン諸島の港に向かって行きました。まあ、先週ですね、米軍、海軍の防衛隊、違法な漁業を取り締まり活動していたんですね。ソロモン諸島政府に対して、港の入港の許可を申し入れました。しかし、返事はありませんでした。今の返事はやはりダメですね。まあ、ホワイトハウスの報道官は言いました。 まあ残念ですね。と。ソロモン諸島の政府は中国政府に完全にコントロールされています。次です。三8月29日、湖南大学、中国の湖南省の大学、湖南大学ですね。有名です。新入生の軍事訓練、1ヶ月始まりました。まあ、これはですね、まだ大変ですね。学生さんは参加して、まあ、中国の学生はみんな参加しますので、 まあ中学学、校、校、高校大学普通に参加されますね。これを参加しないと入学はできませんのでこのような体制ですね訓練するといってあの片方の片側の膝ですね地面について、まあ、座り方と練習ですね約1時間ですね頑張っていましたが体力的に無理となって最後は両方の膝ですね膝がまついたということを報道されて まあしかし、この学生さんのことを見て、共感ですね。暴力を振りました。まあ、動画はですね、非常にあまり良くないので、私はやめました。まあ、あのね非常にバンバンバン叩きますね。足で蹴ったりとかしましたね。あのまあ手もね、振っていましたし。まあ、かなり叩かれて、病院へ搬送されました。そして、これが暑いんですよね。今の時期ですと。暑くて、みんな軍事訓練と言いながら、長袖ですね。なので、 本当に大変ですよ。屋外ですしね。そして、ある女の子ですが、体力上は厳しいですと。まあ、上着脱いでもいいですかと聞いたらしいんですよ。まあ、教官は、脱くなら最後まで脱げよと。裸になれるというふうに言ったらしいんですよ。そこで、違う男の子ですね。男子学生さんが新入生ですが、これはおかしいですよと指摘して、またそこで叩かれたんですね。怪我はしましたと。 このことは報道されて、今は学校ですね、側説明しました。教官の二人は犯人ではありませんよと、学生さんです。新入生の先輩ですよと言いました。これからは対策方法は、まずは謝ってもらいますね。そして別の方に教官になってもらうから。そういうふうに言っていました。これに関してですね、少し説明しますが、中国の軍事訓練と言いますが、 これは普通ですね。学生さんはどうして軍事訓練をしないといけないのかと言いますと、まずですね、教官は軍人ですね。まあ、数人しかいませんので、まあ、学校の先輩たちがこの正式な軍人に対して協力して新入生を管理するんですよ。例えば、今年の新入生はこれから先輩になっていきますので、つまり、この 新入生はですね、これから軍事の協力者となりますので、まあ、その時ですね、また同じやり方で後輩、あるいは新入生に対して暴力を振るんですよ。そういうポンカなんですね。そして、軍事訓練の目的ですが、簡単です。いうことを聞いてもらうことですね。例えば、学校側の発言、先輩の発言は命令ですよと、命令に従うでいいんですよ。そういうことですね。 そして、湖南大学は中国では有名な大学です。次です4。中国の子供はですね、中国風のダンスを勉強するのはですね、まあ、この10年間言い過ぎですが、この4、5年ぐらいですね、流行りとなっていました。まあ、習近平は言いましたので、中国の文化はとても素晴らしいです。我々はですね、5000年の歴史を持ってるんですよ。5ですね、5000年ですよ。嘘ですが。 そして、文化の自信は大事ですよ、というふうに言っていました。なので、日本の文化はダメですよ、とか言っていましたね。中国の文化は自信を持とうと言いました。ここで、韓服、漢民族の服も流行りとなってきました。男の子なら、ここでこれですね、まあ。女性ならこれですね。まあ、しかし、問題点はどうしても出てきます、まあ。中国の伝統のダンスはみんな知りませんので、 中国はですね、歴史はありませんので、本来は。もう全部消されましたので。なので、昔のダンスはどんなものでしょうかと、わかりません。そうすると、雑技団ですね、ダンスになってしまうんですよ。まあ、つまり、ダンスがですね、上手かどうか、わかりません。判断する人はいないのですので、ただし、他の人にはできない姿勢をですね、できると、上手ですね、と判断されます。 なので、中国の中学校、高校、大学の中堅とかですね、ダンスができるとプラスとされますので、非常にいいんですね。これで多くの親は子供が小さい頃にダンスを習ってもらいます。まあ、ダンスの練習は体の柔らかさを重視するんですね。やはり雑技なんですから。ピッキーの骨水専門家ですね。 リハビリ専門病院が論文を発表されました。今話題となっていますので、2015年から2019年、この病院はですね、221名の子供さんの脊椎が損傷して治療に来ましたと。子供の脊椎は弱いですし、ダンスを習うときに過激な訓練をして、脊椎が柔らかすぎて、あるいは伸ばしすぎて損傷しました。 主な練習としてはですね、これなんですよ、まあ。子供の年齢はですね、4歳から7歳が多いんですよ。特に女の子が多いんです。まあ、中国のダンスの評価といいますが、これですが、7歳から8歳、4級です。4級で,ですと、膝がですね、地面についてもらって腰を後ろにする。頭がですね、できれば足に触れること。そうすると満点です。合格です。 そして、10歳となってくると、8、級ですので、あの、これですね、あの、膝はですね、まっすぐにすればするほどいいんですよ。膝がまっすぐすればするほど点数が高いんですね。なので、そういうふうに評価します。つまり、ダンスの評価は、ダンスの動作ではなくて、体の柔らかさでの勝負ですね。と、この論文にか,かって、書いてありますので、そして、この練習は実に危険ですよ、と。 数年間練習して大丈夫です。でも、日常生活で、もしこけたりすると、脊椎の心臓がショックを受けたりとか、圧迫されて潰れてしまいますよと。まあ、神経の治療、あるいはリハビリは大変困難ですね。これらの子供は最後ですね、下半身不遂、まあ、半身不遂になったりとか、つまり、下半身が完全に動けなくなったりとかするんですよ。まあ、子供が、 まあ幼い頃からダンスの練習はいいんですが、でも体の柔らかさだけでの勝負は科学的ではないですよと評価されました。論文では書いてありますので。まあこれに関してですね、どうしても難しいんですよね。まあ中国は昔から雑技団の文化があるんですよ。なので体が柔らかければ柔らかいほど良いというふうに判断されています。非常に単純ですね。 あの、先進国では大体元気ですね。子供が元気であればいいんですよ。あれは趣味です。別に点数とか出なくてもいいんですよ。あくまでも趣味です。一つの、まあ、運動を解いてもいいですし。なので、元気になって楽しんでもらったらいいんです。先進国では。でも、中国では結構みんな、あの、ね、かけるんですよね。命を。なので、これは良くないというふうに思います。次です。こ中国政府は2021年。 結婚するカップルの数を公開しました。去年764.3万組のカップルですね、結婚しました。2020年より6.1%の減少です。ずっと減少しています。これは36年ぶりの数字です。まあ、最近、中国政府ですね、少しずつではありますが、人口が減少していると認めるようになってきました。 そしてこれから人口を増やそうと言っていますので、まあ、これで判断できるのは今年、中国の赤ちの数ですね。かなり少ないでしょうと思います。そして結婚するカップルの年齢ですね。20歳から24歳まで16.5%を占めています。30歳から34歳は20%です。35歳から39歳、28.2%です。 30代から、まあ、39ですね。まででしたら、約48.2%ですね。約半分ですね。なので大変です。中国のカップル、結婚する年齢がですね、かなり変わりましたね。30歳過ぎて結婚することを考えるというのが普通です。そして今日のテーマですが、ゴルバチョフさんはノーベル平和賞を受賞して、 今のヨーロッパの基礎を作った方だと評価されています。彼は総書記となって、ソ連の政治体制を改革しました。まあ、当然ですが、最後はソ連は崩壊しました。解体しました。レースの時代もこれで終了となって、鉄のカーテンの時代が終了と表現されています。当時、ソ連側が強いのか、あるいはアメリカ側が強いのが、政治体制、 どちらが良いのか分かりません。誰も分かりませんでした。彼は総書記となって莫大な利益があるはずなんですよ。でも彼は誘惑に負けずに改革しましたね。出身は非常に貧困な家族だったらしいんですよ。自分の努力で何とか成長しました。そしてこの国、この政治体制を変えようするには自分の力だけではできませんと判断されて、 この組織の一員となって成長しました。成長してからこの組織を変えようとしましたね。1990年、ソ連共産党は唯一の党、あるいは唯一の政権のことを廃止にして、つまり改革して、ゴルバチョフさんは初めての大統領となりました。1991年の8月、クーデターが起きて、 ゴルバチョフさんが難禁となったんですね。わずか3日間ですが、クリスマスの日でしたが、ゴルバチョフさんは辞任しました。そこでソ連は解体しました。業、ま、績、あ、だと評価されていますが、まずはヨーロッパでの核兵器を撤収しました。それからアフガニスタンから撤退しました。ロシア軍ですね。それからロシアのチェルノ・ブイリ原発の事故を世界に公開しました。 ソ連の各地での選挙の活動を許可しました。党ですね、たくさんあってもいいんですよと、別に共産党だけでなくてもいいんですよと言いました。各地で選挙を行って、共産党の長官たちは引退ですね。まあ、これは中国も同じなんですよ。もし選挙がありましたら、中国の共産党は絶対、あの、無理ですね。誰も選びません。そして、ソ連共産党の腐敗に関して、 数百名の党員はこれで引退となったんです。そして、ロシア、あるいはソ連でしたが、メディアの報道自由を主張して、政府は報道の内容を審査することはやめました。そして、バチカンとの外交活動をしていましたし、そして彼は言いました。宗教は自由です。個人の意思を尊重すると主張しました。非常にたくさん良い政策はありました。 まあ、ゴルバチョフさんの助手と言われていますが、エドワード・シュバルナゼさんは元外務長官でした。彼は辞任となって、ゴルバチョフさんは言いました。改革は反対されています。共産党の保守派にやられました。それから、ゴルバチョフさんは、あの、引退後ですね、CM に出たり、映画などに出演しもしました。自分のことを演じていました。 そして映画とか CM で生活費を稼いでいたらしいんですよ。最初は非常に貧困とかでしたので、首脳となって別に贅沢な生活はしませんでした。警備員もなかったらしいんですよ。でも彼は引退してからエリスティンさんにですね、生活費は渡されていたんです。最初はですね、少しだけですが、それで少しの生活は良くなったんですね。ただし警備員もつけられていました。 今は警備員と言ったりとか、あるいは、あれはですね、監視員と言ってもいいですが、非常に難しいんですが、でも彼はなんとかは生活はできていました。それから生活費は全くくれなくなって、まあ、退職金と言いますが、年金と言いますが、全くなくなって、自分でなんとか本を書いて、出版して、生活費を稼いでいたんですね。今年の5月、最後の本は出版されました。 ゴルパチョフの思い出という本ですが、まあ、この本でウクラナについて書かれてありました。まあ、我々はウクラナを見て心が痛いですと。我々はヨーロッパ、アジア、たくさんの領土を制覇しました。国境線はですね、数十カ国と近くてみんな近所ですよと。でも、ロシアは近所さんとの関係は大事にしていません。本当のお友達は一人もいません。 共同発展もしません。まあ、ロシアには敵はいりません。負けるか勝利するかの時代はもうないです。終わりました。我々はみんなと仲良くすることをそういう政策が必要です。西洋より、あるいはアジアよりではなくて、我々はバランスをとっていくことが大事です。まあ、つまり、中国との関係ですね。やはり距離を置くことですね。 それからウクライナとの関係の改善を期待する。そう信じています。最後、我々は真の兄弟になります。そういうふうに言っていました。でも、もう無理ですね。そういうふうにも言いますが。まあ、習近平はですね、ゴルバチョフさんのことを真の男ではないと評価しました。なぜなら、ソ連は大きいですし、ゴルバチョフさんの一言で崩壊しましたね。まあ、ソ連には真の男は 一人もいないよねと評価しました、まあ。ソ連共産党は我々よりも大きいです。人数も多いです。でも当時誰も反対しません。あるいは反乱はしなかったんです。ソ連の共産党の党員もみんな男ではない。指導者のゴルバショフさんも男ではない。そういうふうに言っていました。まあ、つまり自分の政権を、自分の組織を守るのは男です。 そうでないと、みんな男ではないよと言いました。あるいは、国民に対して強い姿勢を出せるのは男です。国民に対して妥協したりとかは男ではないという意味なんですよ。これが習近平の考え方ですね。なので、習近平はいつも強い姿勢を出すんですね。国民に対して。例えば、外交もそうですが、外務報道官もそうですが、戦う狼ですね。毎日喧嘩するんですよ。 そういう姿勢ですね。これが習近平の価値観です。そして今日のもう一つのテーマですが、まあ、ロシア側の情報ですが、現在は軍人を募集しています。ただし、参加する人は本当に少ないんですよ。参加される方は若い子が少なくて、まだお年寄りよりが少し多いんですが、まあ、体力あるいは健康面においてレベルは少し低いですと。 また、十分な訓練を受けずに、戦場に派遣されますし、一部の方は刑務所から派遣されていますので、これは非常に難しいです。なので、増員するとか、軍を拡大するとか言っていますが、非常に難しいと思います。そして、ウクラナ側の反撃と言いますが、これは主にヘルソン地域なんですが、でもロシア側は約半年間、ヘルソン地域をコントロールしていました。 ヘルソンの郊外には残壕とかコンクリートで補強されています。なので、ウクライナの反撃は簡単ではないんです。でも、ウクライナ側はやることはやっています。ロシア側からですね、ヘリコプターがヘルソン地域に行って、ロシア軍側の領域で物資を投下したりとか、兵士も運ばれています。ただし、ヘリコプターですので、物資にしても兵士にしても、 数人しかいませんので、量は少ないんです。ウクラナ側はハイマースを使って、正確的に狙って攻撃していますので、ロシアの補給を止めようとしています。ロシア側はヘリコプターで少ない物資を運んでいるのですが、量が少ないですので、現地には約2万5千人ぐらいいていますので、この状態が続くと、ロシア軍には不利ですね。ゼレンスキ大統領は、 8月29日の夜、演説しました。ウクラナ軍は占領した人間に出ていてもらおうとしています。ロシア軍はもし行きたいですと家に帰ってくださいね。もし帰るのが怖かったり嫌でしたら武器を捨ててもらって投降してくださいと。投降された方は捕虜です。ウクラナは絶対に変なことはしませんというふうに言っていました。現在は 我々は反撃手間がありません。反撃前の準備ですよと。これからは本格的に反撃するというふうに発表されました。まあ、しかし、現地の情報を私は聞いたんですが、ウクライナ側は反撃するより前には進むんですよ。でも、できるだけロシア側の物資補給ラインを破壊するんですね。目的というのは大規模な戦いをやめたいんです。 あ,のあんまり望んでないんですなぜならたくさんの戦い大規模な戦いとなってくると損するんですね。まあ、自分の国民もそうですがウクライナ側の兵士が犠牲となったりとかするんですよ。また土地がウクライナの土地ですので土地の上に爆弾がですね落とされましたら土地の回復はかなり時間がかかりますので農業の国ですのでこれは大変です。 できるだけロシア軍に帰ってもらいたいんですね。つまり戦わずにロシア軍が出ていてもらって、これでヘルソン地域を取り戻すことができますので、これでいいんです。これができればもう目標は達成ですので、別に犠牲者の勝負の数での勝負ではないんです。また現実となってくると、ウクライナ側は今まで攻撃的な戦いはなかったんですよ。 主に防衛戦、あるいはゲリラ戦とか、つまり都市のビルとかのビルの間で移動したり、地下での移動しながら攻撃する、あるいは自分らは逃げながら隠れながら反撃する、そういう戦いはしてきました。なので、思いっきり前に進んでいく、前に進む前に大砲、大砲ですね、いっぱい発射するとか、そうなってくると物資の供給もついてこないといけませんし、 まあ戦車とか装甲車の出動もたくさんしないといけませんので、これは大変です、大正時代が。なので良くないですと。土がどうしても壊れてしまうので良くないですと。そして、このような戦いには経験がないんですね。なのでやめ,てややめましょうとなったんです。まあ、ロシア側はですね、ロシア軍はドンバス地域では、大砲をいっぱい発射したんですよ。 私はいつも動画で写真とか添付してましたけれども、農業の土地には穴がいっぱい開いたんですね。これは大変ですね。やはりロシアにとっては、あれは自分の領土ではないので、やはりできたんですよ。でもウクライナ側にすれば、あれは自分の場所ですから、なので大変です。やめたいんです。そしてできるだけ出ていてもらいたいんですね。やはり、あの戦っていくと、自分も犠牲者が出ますし、これは良くないと。 判断されていいるらしいんですよ、まあ、そういうふうに現地から聞いておりますがまた情報が入ってきましたら報告したいと思います。この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。